まあいいや、ちょっと探しに行こう。ドゥル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 。どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いしますと。さて、やりますか。で、今回なんだけど、今連れとんしたな招かれてるぞ。ちょっと待って、あのね、こっち側に心眼も今俺の場所見えてると思うんだけど、もう見えてる時に進んでて圧を与えていくっていう。あの足跡心眼か。こっちで2人生まれてそうなんだが、心眼だね、あれはね。あの心眼の人可愛いよな。なんかラブリーなやつね。あれ、俺もなんやかんやあれ使ってるんだけど、結構いいっすよね。ん？あれ？なんだこの、あれ？なんか足跡の付け方が、こんなもんか。ん？ちょっと待って、今。待って。うめえな。この騎士うめえな。俺、人形をちゃんと通れない位置に、中間に出してきたよ。待って、どういうこと？俺さ、心眼追ってたよね、絶対。だってあの衣装心眼だもんね。なんか同じピンク色だから騙されそうになるけど、俺は騙されねえぞ。俺これ途中で入れ替わった。あの2階建てやってたんだ、義士が。これ間に合う。あ、おっと、あれ、なんか今後ろに乗るぐらいのつもりで言ったんだけど、ちょっとビビってくれたんだね。いや、お前最初狙ってないんだけどな。よし、オッケー。これね、ロケットダッシュからの、こうやって一緒に乗って、こっからもうぶっ叩いていくわ。任して。なんか右にいる、乗りたい。かわいそう、ちょ、笑ってんの。どっち行く？こっちやろ。うえ、あ、ちょ、待て。逃がされ。危ねえ、やばい。今結構テンション高いかもしれないちょっとテンション上げ上げだよ今。よし、じゃあこれで義士を座りますと。最初心眼狙ってたんだけどな。そんなにうまいこと入れ替わるかな。でもなんかね、こういう時編集してる時に足跡のどうね、ちゃんと確認したらわかんないな。あいつあっち行ってたのかみたいな。なんでなんか普通に殴らしてくれたな、今。なんかミスったのかな。で、これで義士がまだロボット1個出てるから、どうしようかな。ちょっと待って、あのね、俺の特徴出ちゃったんだよね、今ね。左にロボットがいて、右に義士いてさ、どっち殴ろうかなってさ、なんかあの一瞬で考えた時になぜか真ん中を殴ってしまうっていう。どっちも行けなかったね、今ね。どこへも行けやしないのにっていう感じ。もう本当にどこにも行けなかった。結局どっちも当たってないっていう。まあでも今のは当たんなくて正解だったのかもしれない。あれ、ロボット殴っててもね、多分板そのまま当てられてただろうし、あの透かしは割といい透かしだったのではないか、知らんけど。で、石ちゃんを座らせます。紛らわしいね。小屋中、そこやってんな。サーカス中やってんな。ちょっと邪魔しに行くか。やってる、回復してる。邪魔するぜ、邪魔するよーん。これは間に合っていく一発。いいね。あー、ほら、心眼。紛らわしい衣装だよ、ほんと。傭兵と心眼がいて、傭兵が向こうに走っ、傭兵が助けたわけじゃないよな、これ。無敵ついてるもんな。空軍か。なるほどね。みんながここに集合してんのね、4人とも。すげえ、オールスターじゃん。で、これは、もう義士が飛びますということで。いや、なんかね、ピエロ面白いな、ちょっと。今何やってるかっていうと、このジャッコーランタンっていうのがハロウィンに出て、ちょっとピエロをね、久しぶりに使ってるんだけど、まあどんなもんだったかなっていう。面白いね、やっぱり。やっぱいろんな鬼いるからな。なんかこう、いろんな楽しみ方がちょっとできるっていう点では、すごいいいっすよね、このゲームね。おい、ここもう突きかけやな。心眼置いたいんだけど、心眼どっち行った？左だよね、多分心眼ね。こっちだと思うんだが、お、なんか今一瞬ピンク見えたの。ここ、あ、ちゃうじゃん。アイテムボックスのピンクか、今の。もう分かりにくいんだから本当に。あのピンクの色の服って結構さ、ダメじゃない？ロケットチェアと色かぶるし、アイテムボックスとかぶるから、今みたいにちょっと一瞬チラって見たらね、いる、あ、やりすぎた、いるんじゃないかってちょっと勘違いしちゃう。よし、で残り4個か。これ4兵分殴って、そう、向こうにねちょっと行かしたかったんだよね。心眼もこっちにいるから、あわよくば心眼を見つけつつ、あ、あ、そっち、あ、なるほどね、そっちに行くのね。肘当てはまだあるな。これちょっと隙をついたロケットダッシュで。壁ないでしょ、そこ。壁ないからね。そうだよね、当たっちゃう。で、心眼が治療してる。今端のとこにいるから、あそこやってる、傭兵がそのままやってんのか。まあいいや、ちょっと探しに行こう。ドゥル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 。今
マジでね、フィーロンの、ね、このロケットダッシュマント病みつきなんだよな、これ。めちゃめちゃ面白い。超好き。そんな一瞬で移動できないからね。あ、こっちだ。この辺にいる。間違いない。さあ、どこにいるんだい？あ、いたー。ルルンちゃん。おめえ、なんていいもん出してんだよ、お前、ほんとに。宝箱から。くっそ、くっそ、どいつもこいつも、ほんと。ジェットコースター、ジェットコースター、ジェットコースター。わかるよ、その気持ち。めっちゃ楽しいんだよな、ジェットコースター乗るのな。この、その気持ちわかるわ。いいでしょ、許すわ。で、これでジェットコースター向こう側だから、いたー、見つけたー、チンガンちゃん、遊び、遠いな、足速えな、あいつ。加速か。あー、左、左右かな、この感じは。ちょっとね、チンガン追う。いや、チンガン追うか。あ、チンガン追う。他の負傷してるやつ見つけたらそっち殴るけど。まあでも言うてチンガンだからな。ちゃんと、ここで。あ、間に合わねえか。間に合わねえか。で、どうする？向こうに行く？向こう、向こう行った。これまたジェットコースター向こうまたジェットコースターあるって、これ。ちょっとジェットコースター行かせないように頑張りたいね、これね。ここもなんやかんやちょいちょいす、あ、うわー、今当たんないのか。今の当たってたら美味しかったな。ちょっとこれ板倒しと同時に殴るぐらいの気持ちで、ほら、オッケー、いいよいいよいいよ、その感じ。板倒しの硬直中にな、当てるとちょっとジェットコースターと行きづらい。さあ、あと一発、あとは殴るだけ、もう簡単な仕事だよ。これ間に合わないで割る。で、さあ、どれだけ行ってももう無駄なのだよ。ヒュイ、オッケー、上がり。よし、心眼座らせるか。でもあと2つなんだよね。あと1個になったらこれ全然やばい。今回してる人たちがつけられたら結構厳しいな。なんかね、チアダンスみたいなやついるよ、1人。もう、あの、信号銃撃っちゃったからね。信号銃撃った空軍の職業などこ行ったんだろうね。転職したかもしれない、ちょっと。チアリーダーみたいな感じで。すごい応援してくれてたけど、今。これさ、こっち側に行ったと見せかけてさ、あの、高速で戻ったらこれ。高速で戻ったら。おい、ふざけんなよ。出っ張ってんじゃねえよ。ちょっと引っかかっちゃったよ。あ、でも来てない。どっちにしろ来てないな。今ね、これワンチャン来てんじゃないかなっていう。来てたら面白かったな。で、あ、いる。あの、ちょっと待って。あの、結構長い時間の組み立てだから、助けられちゃうから、それ。なんてやつだ、あいつ、本当に。しっかりと嫌なこと分かってやがる。これが何をされたか嫌か。よし、で、これで心眼が飛ぶんじゃないかな。オッケー。もうジェットコースター乗るじゃん、絶対。もう、お前。もうしょうがないな、これ。どうする、この感じ。いや、もう許さねえ。あいつ、もう終点まで追いかけてやる、本当に。もう全部、もう傭兵でも無視。もうね、耳鳴ってるけど。あ、今のジェットコースターかな。そう、ジェットコースター最後に登るまでな、そのラグがあるんだよな。その最後に登る遅さで追いつけんじゃねえ。え、なんかいるんだけど。よいしょなんかいた。傭兵も一緒についてきた。どっかでジェットコースター合流した。そんなことねえか。お前な、本当によくもやってくれたな、お前。ほらジェットコースター始発から終点まで追いかけるのバリ怖えな。超面白かったんだけど、今のやったことなかったよ、そんなの。いけるんだな、意外にピエロのロケット出しだったらバリ早え。そして傭兵がこの辺で寝てるから、つけ終わります。あ、投稿してくれた。いや、おもろい。やばい、ってか怖いだろうな。ジェットコースター乗ってさ、フィー、ジェットコースターウィー、ジョーネみたいな気分じゃん、絶対乗る人なんて。ねえ、でもさ、一生心音の音ついてくんのやばくない？瞬間移動の音とかも聞こえないで、しかも。はい、というわけで今回なんですけど、あれ、これ何の動画？最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。